だ。一人は、いや、まだ終わりたく。これで落ちろ。この一発で十分。はい。お別れの言葉は済んだ。世界は滅びへと向かい、ゆったりと、けれど確実に歩みを進めている。命あるものは消えゆく運命。それでも永遠を願わずにはいられない。それが誰かの犠牲の上に成り立っていたとしても。だから私は壊そう、この歪んだ世界を。ありのままに滅びへと向かうよう、命あるものの悲しみを消し去るために。あれがブライド。なんて魔力だ。存在そのものが巨大な魔力の塊だな。滅びよ我が腹から。素晴らしい偽りの獅子。これ強いなんて。これが世界を滅ぼす力。行け。花、あなただけか。マスカよ。滅びよ。滅びよ。Thank you.
おーい。私はお城で確かに城？いつまで寝ぼけてんだよ。夢の続きならベッドで見るか、せめて授業中の居眠りにしとけ。あれは夢？急ぐぞ。君の大事な誓いも先に教室で待っている。はーい、皆さん注目。皆さんもすでに知らされているかと思いますが、4組の完全学級閉鎖が決まりました。つきまして、4組の3人がこの1組に編入となりました。今日から新しい1組となります。皆さん、お互いに協力し合って学園生活、魔法少女生活を送っていってください。それでは。っておいおい先生さんよ、俺のことを忘れてもらっちゃ困るぜ。これからこのクラスの人気者になるであろうニューフェイス、ペニーワイズ様をよ。ばあちゃん、少し黙ってろ。あら、それは失礼しました。あなたも含めて1組の新メンバーね。それでは皆さん、志半ばで去ることになってしまった4組のハラカラたちへ1分間の黙祷を。はい、ではいなくなった人を悲しむのはここまでにして、私たちは次の生活へと進みましょう。早速ですが、新しいクラスメートも増えましたので、席替えを行いたいと思います。イエーイ、待ってました。ハサミ選手、狙うはどこの席でありますか？もち、窓際の後ろであります。前の席には背の高い香織お姉ちゃん希望。なるほど、香織選手に隠れて居眠りし放題、早弁し放題、漫画読み放題なスペシャルコースをお望みなわけだ。マナの隣は私、マナの隣は私。あの泥棒のライムモブ男は廊下に、いや、いっそ机ごと焼却炉とかで。それじゃあ、あとは委員長の指示に従って席決めを行ってください。はい。ごめんね、うちのクラスっていつもこんな雰囲気でさ。え？あ、うん、びっくりしたといえばしたかなね。はっきり言ったらどうだ、とても怪物と戦う魔女の集団には見えないってよ。のんのん、ぬいぐるみくん、情報は正確にね。正しくは魔女見習いの魔法少女。あん、俺をぬいぐるみ呼ばわりするとはいい度胸じゃねえか。つーか、誰だよお前。学園一の情報通、東に驚愕のネタあれば千里をかけ、西に怪しいネタあれば曇りなき眼で見定める、それがこの道明寺ミミカの使命。皆さん、どうぞお見知りおきを。お前はまた、なんていうか濃いな。ぬいぐるみくんにそんなことを言われるとは心外ですね。改めまして、朝日奈マナです。隣にいるのは彼のことならよく知ってますよ。っていうか、何気に学園でも噂のパーソンですから。朝日奈さんの誓いなんだってね。親とか兄弟姉妹とか血縁関係のない男子が誓いってかなり珍しいからさ。学園にいる女子のほとんどが君に興味津々って感じだよね。確か彼が誓いになったのはつい最近なんですよね。それまでは特に注目されることもなく。実際のところどうなんですか？
私もびっくりだったよ。だってそのよく知らない男子を見て気づいたら私あっあのあ私の誓いになってくれませんか。いきなりあんなこと言ってだいぶ変な子だよね。おやおや、まるで恋した乙女ですね。そういうのと違うから。そんなに否定しなくても。彼のおかげで力が増したんでしょ。よかったよね、生き残れて。すまないが。え？用事を思い出した。退出させてもらう。席替えはどうするんですか。好きにしてもらって構わない。獅子神鋼、相変わらず何考えてるか分かんないな。学年最強レベルでその実まだまだ実力を出してないって人だからね。そういう人の考えは分かりにくいのかな。アスカはぶっちぎりで弱いからね。鋼お姉ちゃんもアスカお姉ちゃんも二人とも誓いはないはずだよね。なのになんでこんなに差があるのかな。努力の差？うるさいわね。私だってすぐにあれくらいになるわよ。お、強気な発言ですな。アスカが鋼ちゃんに勝てるか賭けでもしちゃう。じゃあハサミはダークホースで大穴な、アスカお姉ちゃんにアメちゃん3つ。弱いのは事実だから、そんな風に遊ばれても仕方ないわ。でもこんな魔法も使えないただの男よりは私の方がマシ、絶対にマシ。あんたなんか認めない。アスカ、マナと私の席は隣同士。そこのデクノボーは100歩譲って廊下。あとは好きに決めて。行こうマナ、一緒のクラスになったお祝いしようよ。あんなの放っておいて。うわっ、アスカ引っ張らないでよ。おお、おっかねえの。いきなり修羅場とはやるな。つうか嫌われまくりだな。朝比奈さんの大親友とはいえ、あそこまで敵意をむき出しにするとは、私もちょっと驚きでした。そっか、今日はずっとイライラしてると思ったらマナお姉ちゃんが原因か。許してあげてねお兄ちゃん。アスカお姉ちゃんも本当はもうちょっと優しいんだよ。いや、そこ突っ込むんだ。多分アスカもまだ戸惑ってるんだ、君がマナの誓いになったことにね。そうですよね、きっとそのうちにコロッと仲良くなれますよ。そうだといいけどな。つうかお前らよ、こいつとマナのことだけじゃなくてうちのカタリナのこともチヤホヤしてくれよ。見ろ、寂しくってこんなに縮こまっちまった、かわいそうに。背が低いのは元からだ、放っておけ、そして死ね。ギャー、腹の綿出そうとすんのはやめて。ぬいぐるみ的にはかなりグロいから、ちょっとしたつかみのジョークだから。何にせよ賑やかになりそうだね。うんうん、これからよろしくお願いしますね。
けど一緒に飲まない？空いてない？なんか作ろうかなって。みんなに内緒でお昼寝しちゃおっか。昼寝しちゃおっか。
なに内緒でお昼寝しちゃおっか。